下科室は、泉強化の短編小説。1895年、文芸クラブに掲載。時は明治。高峰医師によって、木船伯爵夫人の手術が行われようとしていた。しかし、伯爵夫人は、麻酔を受け付けようとしない。麻酔を嗅ぐと、心に秘めた秘密を上ごとで言ってしまう。そのことを恐れているのだという。 ついに麻酔をせずに執刀を始めたとき、夫人はメスを握る広報の右手をつかみ、あなたは私を知りますまいと言って自身の胸をつく。広報が忘れませんと答えると、夫人は微笑んで死んだ。9年前、広報と夫人はただ一度だけすれ違っていた。夫人の死の後、同一日に前後して、広報も死ぬのであった。 本作品は1895年6月、文芸クラブ上に発表された。発表時はこの物語の奇抜な構造に、下下質思考また奇抜、ことにその末句の一語、南東小前の五ぞや、とうとうたる世の凡庸小説と全く別なる方面に、立ち、実感主義の通平を脱し得たるところ、この作の主なる、特徴な乱などと、好意的に評される一方で、が、 小説の欠点は、その結構の奇抜に過ぎ来ると、その人物の、ややもすれは、不自然なラムとするにありとの批判もあり、賛否両論であった。本作は、前作の、夜行巡査4月と合わせ、泉強花の出世作となった。短編は、前半の手術室から、後半の9年前の回想まで、すべて、高峰医師の親友である絵師の、世による語りとして綴られる。 この作品は、多くの場合、婚姻という社会的な制度や、現実的な執着に対抗する、愛の物語であると考察される。短編発表同年の泉強花の評論に、愛と婚姻がある。この批評では、しかも婚姻によりて、愛を得むと発するは、何ぞ、水中の月を捉えむとする遠行の具と題に異なる、アラムや、婚姻はけだし愛を拷問して、我に、 十はしめむとする、卑怯なる手段のみと記され、泉強花は、恋愛と結婚は矛盾するというロマン、思想を持っていたと考えられる。本短編や、同時期に発表された、夜行巡査は、島村宝月と、坪内逍遥によって、関連小説と分類された。これらの関連小説は、作者の思想を世に示す作品として評価されたが、後には、 大衆の気を引くための手法の一つであるとみなされ、社会的意義を否定されるようになった。本作を原作とする1992年に公開された、松竹製作の映画、坂東玉三郎の映画初監督作品で、上映時間50分、入場料1000円という興行方式も話題になった。ありがとうございます。